V フレックスシリーズは2つ折りタイプのマスクです。会話などで顔を動かした場合にも中央のエンボス加工が型崩れを防ぎ、高いフィット性を保ちます。折りたたみ式なので携帯や備蓄にも便利です。マスク本体および締め紐に損傷がないかを確認してください。損傷がある場合には新しいものと交換してください。ノーズクリップ側が上面になります。ノーズクリップを両手の親指と人差し指で挟み山折りにします。マスクの上面と下面を持ち、カップ型になるよう大きく広げます。この時2本の締め紐がマスクの上面に来るようにします。マスクに顎を乗せるように顔に当てます。マスクがずれないように片手で押さえながら、どちらか一方の締め紐を首の後ろに回します。もう一方の締め紐を頭頂部に回します。マスクの上面を引っ張り、ノーズクリップの位置を鼻の根元に合わせます。上面を片手で押さえ、下面を引っ張り、顎が包み込まれるように調節します。上下の締め紐のねじれを直します。マスクの左右にあるタブをつまみ、タブが顔に対して水平になるように位置を調整します。マスクが鼻の付け根から顎までを覆うように再度調整し、マスクの縁に折れ込みがないか確認します。両手の指でノーズクリップが鼻の形に沿って密着するように押し付けてフィットさせます。両手でマスク全体を覆うようにして息を強く吐き出します。マスクの縁から息が漏れ出ていないことを確認します。次に同様にして息を強く吸い込みます。マスクの縁から空気が入り込んでこないことを確認します。どちらか一方のチェックで空気の漏れがある場合には再度マスクを装着し直してください。